ワンピースフィルム、レッド興行収入120億、突破、に対しての読者の反応集。公開26日目、ワンピース、フィルムレッド、興収概算、本日、1.79 億円、累計、120.12 億円、推定値、累計興収は120億円を突破し、2022年公開作としては暫定トップに躍り出ました。呪術超えそうや。東映初100億とか騒いでたのに大幅に更新しててくさ。呪術超えたな。呪術、157日で137億、ワンピ、26日で120億、こっからワンピがどう失速しても越せない方がおかしくない？呪術は夏休みブーストないから、日数で比べるのはちょっと違くないか。冬休みブーストはなかったん？日数が全然違くないか。呪術は冬休みブーストあるし、映画公開前の直前に若者に給付金配布でめちゃくちゃええ環境やったろ。アニメ映画ポンポン100億超えるやん。コナン、超えたことにしてええか？いや、最近の映画バブルって宣伝頑張ったからねって話やろ。娯楽として再評価されたんやで、これが定着するかはわからんけどな。宣伝頑張っても売れない映画あるじゃん。トリコやんけ。言うて呪術も次映画があるとすれば作者書き下ろし特典と宣伝がっつりやれば200億超えれるんやろ？映画で何やるんや、2期やるの決まってるしオリジナルか？最近の呪術見てないからそんなこと言えるんやで、もうゼロ感超えるのは不可能や。Y も行くからプラス1000円やね。鬼滅って今後どこを映画化しようが煉獄さんには勝てないと思うし、あれってやっぱ異常だったのかな。鬼滅は他の映画が公開延期してる時に全ての映画館で大々的に公開したからね。あれは二度とできないようや。全ての娯楽がなかった時期やからな。映画というより祭りに参加するような感覚やったわ。あと2段分くらいカードセット出したら200億いくやろ。バンナム本気出せよ。ヤソップがかっこいいだけの映画や。鬼滅が化け物すぎる。歌ちゃんの懸賞金120億ベリー。ヒットした理由なんてこれ一枚で説明できる。ボスサーの姫。ラスボスは歌じゃない定期。Y そのネタバレだけ見てたからゴードンを疑いながら映画見てたわ。偶然やった。まああの見た目とあの声でラスボスじゃないのがおかしい。歌以外鼻なくてくさ。次の映画ボスはイケメン青年だしそう。やっぱ伝説のおっさんから可愛い女の子に切り替えた小田くん系ガンだわ。こうしてみるとワンピのボスってイケメンいないよな。おっさんゴリラブサイクばっかり。イケメンと言えるのはクロさんくらいか？ルッチ。エネルはどれや？まだこれだけしか海外で公開してないけど好調よね。タイ、フィルムレッドは日本のアニメーション映画になり、最初の4日間で7170万バーツを稼いだ後、国内史上最高の週末の最初の4日間を作りました。台湾、フィルムレッドは8月19日に台湾で公開され、8月23日までの公開5日間で興収7512万台湾ドル、約 3.4 億円で引き続き2位以下に大差をつけて1位をキープ。累計興収は、千と千尋の神隠しの最終7500万台湾ドルと並びました。フランス、フィルムレッド、フランスで観客動員数77万人突破。ワンピってスタンピードが中国で30億超えの興収だったからレッド公開したらヤバいことになりそうだな。歌のキャラが良すぎる。アドがすごい。昨日2回目行ってきたわ。なんか1回目より落ち込んだ。歌死んでも歌。初見やと歌に感情移入しづらいんよな。2回目は最初からもうあかんわ。今日なんか舞台挨拶あるんやっけ。新しい特典とか発表あるんかな。まさかこんなにヒットするとはな。今やってる原作の最終章映画化知ればワンチャン鬼滅超えんじゃね。鬼滅超えるのも時間の問題やろな。このペースやと700億杯いく。アンチかな。行くわけないじゃん。いや海外込みなら行くぞ。行くわけないやろ。自社の映画館もないからロングランできないのに。世界やとマジで行くやろ。鬼滅超えは確定やと思う。元祖国民的アニメ、ドラゴンボール、25億、ドラえもん、27億、クレヨンしんちゃん、20億、ガンダム、10.8 億、五等分の花嫁、22億。未だに新時代の意味がよくわからん。ルフィの時代って言いたいの？大航海時代の次や。谷口監督やるやん。谷口って地味に有能監督よな。まさかトップガン超えるとはね。ウソップやソップの右足、左足のとこはもうちょっとうまく作れなかったのって思う。別にあんな指示いらんやろ。そこに関してはコビーの方が優秀だったね。中国とアメリカで公開されたら結構な数字叩き出しそうではある。いつ公開されるのかは知らんが。中国ワンピ人気高いもんね。アメリカはワンピ人気全然ないから無理や。
アメリカも今は結構あるで、ワンピアニメの配信収入はもう海外のが多い、一番多いのが米や。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。